営業職をしている25歳男です。転職を繰り返し、現在3社目ですが、どの会社でも最初の1ヶ月は売上が部署でトップ、それ以降は結果を出せず、そのまま挫折して辞めて転職をして、1ヶ月目でトップになるという謎のサイクルが起きています。えー、現在入社1ヶ月目で制約件数が部署でトップです。かなり差をつけています。自分の身には一体何が起こっているのでしょうか。まあ、多分能力値がめちゃくちゃ高いんですけど、1ヶ月経って、あ、こういうことねって分かっちゃうと、 あのもう多分自分の体が動かなくなっちゃうタイプなんだと思うんですよね。だからその僕あの8月31日に夏休みの宿題をやるって言ったじゃないですか,かその第 2K−POP さんって多分7月の最初に全部終わらせちゃうタイプなんですよ。なのでその最初の段階でワわーっといってその後燃え追いつけるタイプかあと、うん、でやるタイプかっていうの分かれててほんで最初にやっちゃうタイプなんだと思うんですよね。 で能力としてはそこまで成果を出せるっていうのが分かってるのでなのでそのもう次に転職するんじゃなくて成績下がりましたっていう時に3ヶ月ぐらいい続けるとさすがにちょっとちゃんと成績出さないとまずいよねってなってもう一回成績を出すっていう流れになると思うのであの逃げてどこ行ってもなんとかなっちゃうよねっていうのが能力高いからそうなっちゃうんですけど一回そのやめないでちょっとあのこいつ無能なんじゃねって思われても3ヶ月我慢するっていうのをやってみるのがいいんじゃないでしょうか。